ラウエンベルクは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属す小都市。この都市は、オーバーライン地交代とクライヒガンの間、ビースロフフォとミュールハウゼンの間に位置し、アンゲルバッフ派川の渓谷の入り口に面している。ラウエンベルクは、以下の3つの地区からなる。アンゲルバッフ派川ラウエンベルクは、1303年に、初めて文献上に記録されているが、 出土品などからラウエンベルクの長域にはもっと古い時代から入植地が存在していたことが分かっている。中世には現在のラウエンベルク区及び二つの市区の代わりにベーダースビルレとルーヘンベルクという二つの入植地があった。ルーヘンベルクという地名は中古ドイツ語のルーに由来しルーシャンバーグという表記を経由して現在のラウンベールグの元になった。ベーダースビルレは もともと、ビレレと称し、考古学的な出土品の研究によれば10世紀には、すでに開かれていた。遅くとも1300年頃には、ビーダー家がこの村を、霊園として獲得し、名前を、ワイダースワールとしたのが、後に、ウェダースワールと変化していった。1317年頃にゲルハルトフォン・オスバイラーが、村の所有者として記録されており、約30年間その地位にあった。 1400年頃、理由は定かではないがルーヘンベルクの村は放棄された。ベーダースビルレがこの村を併合し、しかし名前はルーヘンベルクを引き継いだ。この村は多くの領主による共同統治の村となった。1677年にシュパイアー市教本部が初めて村の全域を獲得した。1803年の世俗化によりラウエンベルクはバーデン領となった。 第一次世界大戦の終結とそれに伴う1918年の帝国の終焉はラウエンベルクの日常生活に大きな変化をもたらした。1919年のバイマル共和制の第一回選挙では中央党が80%の票を獲得した。中央党はバイマル共和制の末期までラウエンベルクでは指導的な地位を保持した。 1929年から1930年の最後の4回の議会選挙では NSTP が徐々に得票率を伸ばし20%に達したが中央党は最後まで70%程度の比較的安定した票を獲得していた。ラウエンベルクのカトリック教区協会セーペテロパウロ協会ヒトラーが権力を掌握するとラウエンベルクにおける中央党の優位は失われた。 1933年7月6日に中央党員の町議会議員は全員自由意思で辞任した。さらにラウエンベルクは戦争勃発時までにナチス政府と直接対決した場所の一つであった。1942年春にラウエンベルクで暴動が発生した。カトリック司祭のアウグストマイヤーが説教の中でいわゆるメルダース書簡を引用し、 ゲシュタポに逮捕された。これを受けて、約100人のラウエンベルク住民が、町役所に押し寄せ、被災の釈放を要求した。大勢の警官隊が出動し、10人が逮捕され、治安妨害により4ヶ月から8ヶ月投獄された。被災は、未決交流期間後に、再び解放されたが、別の教区に移動された。第二次世界大戦終戦後、ラウエンベルクは、 アメリカの管理地区に属した。1945年4月に臨時代行首長が任命され、6月までにラウエンベルクの戦後議会が召集された。1946年初めに戦後第一回の長、議会議員選出の自由選挙が行われ、セディが90%の票を獲得した。市長村再編時の1972年に、 隣接するマルシェンベルクと隣接しローテンベルクがこの町に合併し新しい自治体が成立した。1975年1月1日この町に都市圏が与えられた。ラウエンベルク市役所ラウエンベルクの市議会は19人の議員からなる。ラウエンベルク市長のフランク・ボルクハンマーは2015年4月25日に死亡した。新しい市長には 2015年7月26日の選挙の結果ベーターザイテルが当選した。図柄、放射状に3分割。向かって、左上は、青地に、端から、端まで届く銀の十字。向かって、右上は、金地に、緑の身分の山、その上に青い強壁を持つ塔。下部は銀地に、緑の葉を2枚付けた緑の鶴になる青いブドウ。旗は、青白。 この旗と紋章は1984年にラインネッカー軍当局の認可を得た。この紋章はラウエンベルクのシュパイアー十字、マルシェンベルクの葡萄、ローテンベルクの塔と死を構成する3つの四区の旧紋章に描かれていた重要な要素を組み合わせて作られた。ラウエンベルクのワイン作り博物館ラウエンベルクはバーゲン北部で最大の葡萄栽培の町の一つである。 この町は交通の便の良い場所に位置している。アウトバーン A6 号線のビースロフホラウエンベルク、インターチェンジが市内にある。ラウエンベルク地区の西部を連邦道 B39 号線が南北に通っている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成時に直接参照してはおりません。ありがとうございます。